ねえねえ、ところで無口はなんでエンジェルになったの？あ、そうそう、聞いたことないね、無口がエンジェルになった理由。あの、ね、エンジェルになるためにはそれなりの恋の経験があるじゃん、大体。いや、それ無口は無口だから話せないのかな。違います、私無口じゃないです。皆さんが私が話す前にいっぱい話しちゃうから無口になるだけで、ちゃんと話せます。うん、そう。じゃあ話してみて。あんまり大したことじゃないんですけど。なんだ、やっぱり話さないんだ。話します、話します。私末っ子でとにかく甘えん坊だったんです。だから人と話すのが苦手で。うん、知ってる。そこも可愛いよ。ありがとうございます。でも中学の時に好きな人ができて、でも何も話せなくて、一言も声もかけられなかったんです。うん、わかる、かわいい。でも一度だけ、偶然なんですけど、本屋で参考書を買おうと手に取ったら彼の方から話しかけてきたんです。何それ、めっちゃ燃える。その参考書僕も買おうとしてたんだけど、もう一冊あるか店員さんにそれ持って行って聞いていいですかって言われたんです。超いい展開じゃん。いいいい。私なんかもうやばい、どうしよう、やばいってなって何も声が出なくて、結局その参考書を彼に押し付けて私本屋から出て行っちゃったんです。あー、完全に変なやつじゃん。はい、完全に変なやつなんです。あの時なんで普通に店員さんに聞きに行ったり会話したりできなかったのかなって。できたはずなのに。いや、それ日頃のトレーニング不足だよ。恋はトレーニングだから。そうなんですか。でもまあこういう失敗はもうしたくないし、誰もさせたくないなって思ってエンジェルになりました。そうなんだ、いい話じゃない。うん、いい話。でも全然いいアドバイスできなさそうだね。いえ、この悲しい経験を生かしてすごくノーマルに普通のアドバイスがしたいと思ってます。よろしくお願いします。っていうわけでエンジェル無口をよろしくです。よろしくです。Good job.